まずね、その9月に入るためにも、今日8月ラストゲーム、東京ヴェルディ戦、前週ね、京都にしっかり、3-0 でね、勝ち切ることができました。今日ちょっとね、バックスタンド、あのお客さんの入りをちょっと見てきたんですけど、ちょっと京都戦よりは少ないですね、少ないです。あのバチバチの時もちょっと人が少なかったかなっていう感じがします。なんでね、京都戦すごいいい盛り上がりでした。あのマイナスの声もすごくね、ここ最近は少なかったですし、すごいポジティブな声、いいチャレンジにはいい声かけしてもらったり、拍手してもらったり、それはね、みんながね、しっかり雰囲気作ってくれるから、チームもね、だんだん上向いてきてると思うんで、しっかり今日の試合もね、さっき俺人少ないって言ったかもしれないですけど、ここのね、ゴール裏、バックスタンドのね、声出しエリアの人たちがしっかりね、声出していけば雰囲気作れると思うんで、俺たちの声でね、しっかりチーム勝たせていこうぜ。そしたらもう一回気合い入れて一発歌おうか。いいだれいいだれよ、向けてある幕みんな読んだから覚えてるかな。25年で一番暑い夏にしようぜ、もっと暑くいこうぜ、声出していこうぜ。